アイドル時代、シーガール、スシルなどの大ヒットやスケバン刑事の風間さん姉妹で一世を風靡した浅香唯さん。若い時、現在は、結婚や夫、子供について、麻雀や現在の活動など、気になったので調べてみました。浅香唯さんのプロフィール。名前、浅香唯。本名、西川明、旧姓、川崎。出身地、宮崎県宮崎市。生年月日、1969年12月4日。年齢、50歳、執筆時。身重、151cm。血液型、A 型。星座、射手座。誕生石、トルコ石。好きな色、赤、黒。幸運の色、緑。興味のあること、育児について。好きな動物、犬、猫、フェレット、リスザル。ラッキーナンバー、3721。職業、歌手、女優。所属、ジャム企画。経歴、若い頃、1984年、少女コミック、主催の、ザ・スカウトオーディション84に応募。同誌に連載されていた漫画、シューティングスターのヒロインの名前の、浅香唯賞を受賞します。浅香唯という名前はここから来ています。1985年3月、中学卒業と同時に上京。同年1985年6月21日、シングル、夏少女で歌手デビュー。キャッチフレーズは、フェニックスから来た少女。1986年10月、フジテレビドラマ、スケバンデカ3少女忍法超電機に、主役の三代目浅宮咲役で出演、ブレイクを果たします。1987年1月発売のスターが同ドラマの主題歌に起用され、オリコン9位にランクイン。以降、TBS ザ・ベスト10、日本テレビ歌のトップ10、フジテレビ夜のヒットスタジオ、テレビ朝日ミュージックステーション等、多数の音楽番組に出演。同1987年9月発売の虹のドリーマーで初のオリコンチャート1位を獲得。この曲はスケバンデカ3、32話から37話の主題歌です。風間さん姉妹、長女、大西ゆかさん、次女、中村ゆまさん、三女、浅香唯さんとして発売したシングル、リメンバーでもオリコン1位を獲得、コンサート活動も行います。同曲は、スケバンデカ3、38話から42話の主題歌です。1988年4月、亀坊化粧品の CM イメージキャラクターに選ばれます。同 CM のキャンペーンソング、シーガールがタイアップされ、大ヒット。オリコンでは2週連続、通算3週、1位、ザ・ベスト10では初の1位を獲得します。同1988年8月リリースのセシルはオリコン1位、歌のトップ10でも1位を飾ります。レコードのヒットにより、映画、ドラマ、CM などに多数出演、ホスト松田聖子、さらに中山美穂さん、工藤静香さん、南野陽子さんと共にアイドル四天王と呼ばれ、日本一忙しいアイドルと言われます。1990年1月、女優活動を休止し、音楽活動に専念すると発表。CD 制作では、企画段階から浅香唯さん自身が携わるようになります。テレビ出演は減り、CD 制作やライブハウスでの音楽活動が中心となります。1993年、完全休業を宣言。1997年8月、個人事務所を設立し、唯名義で音楽活動を再開します。芸名を浅香唯に戻し、女優、タレントとしての芸能活動も再開、ドラマやバラエティ番組にも出演。2000年3月、新宿シアターサンモールで上演された、朝倉薫演劇団春の特別公演、0021、僕は君のために雨を降らそう、で舞台初主演を果たします。2001年4月から9月までフジテレビ、笑っていいともに各週木曜レギュラーとして出演。2004年、TBS ドラマ30、冗談でしょ。
離婚予定日で初の昼ドラマ主演を務めます。2012年、NHK 大河ドラマ、平清盛に藤原麻子役で大川初出演。2014年、初のミュージカル、アニーにハニガン役で出演。2018年7月から8月にかけて、志村けん一座第13回公演、志村玉、一姫二太郎さんかぼちゃで、初のコントに挑戦しました。以降も、ライブなどの歌手活動とともに、ドラマやバラエティ番組、ラジオなどに出演し、幅広い分野で活躍されています。次ページ、麻坂由依さんの旦那や子供は、麻雀や今現在は、結婚、夫、子供。麻坂由依さんは、1988年のコンサートでバックバンドの一員だったドラマーの西川貴博さん、ロックバンドザ・キッズのメンバーとの交際が発覚し、写真週刊誌に掲載されます。その釈明会見にて、麻坂由依さんは、お付き合いしています、と交際宣言をしました。西川さんとはその後も交際が続き、2002年7月21日、入籍します。二人の交際は14年間にわたり、麻坂由依さんは、そろそろけじめをつけたいというお互いの気持ちの結果、と説明しました。西川貴博、西川貴博さんは、1963年6月21日生まれ、現在56歳です。二人が交際するきっかけは、スーパーファミコンのマリオだったのだそう。80年代当時から二人はゲームが好きで、夫と付き合うようになったきっかけもスーパーファミコンのマリオ。彼が100アップマリオという技をやっているのを見て、私のハートが100アップした。と話しています。2007年9月12日、長女、ひまりちゃんを出産。2012年に、ホームベーカリーのイベントで、娘のひまりちゃん、当時5歳、との初共演を披露。麻雀、麻坂由依さんは、麻雀も強いそうです。2016年放送のテレ朝チャンネル2、麻雀オールスター、女性タレント戦で、優勝するほどの実力の持ち主です。同2016年、テレ朝チャンネルオリジナル麻雀番組、伝説の後輩第3弾で、麻雀界の神様、灘浅太郎に挑む、という企画に麻坂由依さんが出演しています。最近では、2020年2月放送の麻雀番組、プロアマの女流雀士統一タイトル、天牌クイーンに出演、女流アマ予選に出場しています。現在は、麻坂由依さんは、2019年4月、ラジオ番組、ラジオ大阪、麻坂由依のドリームビリーバーをスタートします。10月からは、放送時間が15分から30分に拡大。番組タイトルも、麻坂由依のドリームビリーバー幸せの色、と一新します。2019年8月には、4年ぶりとなる、由依、由香、由真三姉妹コンサートをリメンバー2019を開催。風間三姉妹としても活動しています。麻坂由依さん、歌手活動とともに、ミュージカルやコント、麻雀、ラジオなど、今も新しいことにチャレンジし続けていることがわかりました。麻坂由依さん、2020年もどんな活躍をされるのか、とても楽しみですね。キャレットキャレット。以上、麻坂由依さんについてでした。